はい、おはようございます。今日もですね、糖質オフのメニューを食べながら食レポしたいと思います。代表と言います。よろしくお願いします。早速朝食のご紹介なんですけども、5月の14日ですね。糖質が 18.1g でカロリーが720kcalですね。はい、最初の1品目なんですけども、白菜とベーコンのチーズ焼き。昨日もいただいたやつですね。白菜、これ小松菜に変更してるっていう感じなんですけど、まあ 0.5 人前で糖質が 1.55g、カロリーが 133kcal となってます。はい、まあ、昨日もねご紹介させていただきましたけど、こちらの特徴としては、まあ、チーズと小松菜を楽しんでほしいということと、あとはベーコンも美味しいよっていうところですね。はい、早速いただきたいと思います。ストックがちょうどねラスト分なんですね。こちら、はい、こちらとなっております。美味しそうですね。この表面のね、あの緑色の、ちょっとまた切っとけばよかったちょっと切りますね。はい、こちらの奥の方にあるね緑色の部分が小松菜ですね。はい、チーズがたっぷりです。はい、で、まあ、ベーコンだったりとか、まあ、チーズが表面にかかっているということで、はい、一緒にいただきたいと思いますね。はい、いただきます。うまい。うん、ああ、小松菜がね、やっぱね、すごいシャキシャキでね。まあ、だからチーズの濃厚さと合いますよね、本当に。うん。うまいなぁ。まあ、こう音を聞いてもらえばわかると思うんですけど、すごいシャキシャキなんで、食感がすごく良くて。うん。普通のなんか、グラタンとかそういうのとまたちょっと違うというか、うん。野菜も楽しめるみたいなところがすごく嬉しい一品ですね。はい。非常に糖質が低いんで、本当に、おすすめの一品となってます。はい。次ですね。次、こちらの方なんですけど、アボカドサラダ。はい。糖質が 5.3g で、カロリーが 259kcal と。はい。こちらの特徴としては、まあ、アボカドですね。アボカドにゆで卵とマヨネーズを追加したというか、まあ、そういった形の、で非常に食べ応えが満点なんですよっていうところなんですけど、はい。これね、何回かいただいてるんですけど、こんな感じで。これで1人前ですね。ちょっとね、30秒ぐらい、ちょっと温めると結構美味しいですね。さらに美味しい。うん。冷やしてても美味しいんですけど、ちょっと温めるとね、また美味しいんですよね。はい。アボカドサラダ。これ表面にたっぷりのね、アボカドがたっぷり。あと、まあ、白いとこは卵ですよね。はい。いただきます。うまっ。あ、すっごい。もうマヨネーズがね、めちゃくちゃアボカドと合うんですよ。うん。うまいな。ああ、濃厚。これアボカド何個ぐらい使ってんのかな？ああ、もうめっちゃめちゃ、で、奥の方にこう、レタス入ってて、それもまた嬉しいですよね。野菜も入ってるっていうところで。うん。そう。あと、ちょっとスパイシーなのがあるんですけど、それがなんか粒マスタードっていうのを使ってるみたいですね。はい。だから、まあ結構味に深みがあるというか。うん。めちゃめちゃ美味しいです。はい。こちらもね、一回ちょっと食べてほしいな、作ってみてほしいなっていう感じはありますね。はい。というわけで、今日のレシピの方ですね。はい。白菜とベーコンのチーズ焼き。はい。こちらですね。はい。こちらの方が、決定版作り置き&帰ってすぐでき、糖質オフの痩せる楽うまレシピ350に載っております。チェックしてみてください。はい。次ですね。アボカドサラダ。今いただきました。アボカドサラダ。こちらですね。はい。こちらの方が、はい。こちら、痩せ癖がつく糖質オフの作り置きに載っております。チェックしてみてください。はい、ちょっと失礼しますね。はい、ごめんなさい。はい、で、残りのねメニューもご紹介させていただきます。はい、いつも通りですね、キャベツが 250g と玉ねぎドレッシング 15cc で、かつお節 5g で、糖質が 8.4 と、はい、カロリーが60ですね。はい、いつものワンプレートです。ハーフベーコンと卵豆腐、ゆで卵、
キャベツとハーフマヨネーズ、これで、カロリーが130で糖質が 2g ということですね。はい、はい、あとは豆乳ヨーグルトと豆乳ヨーグルト 100g とペプシ生ゼロとなっております。で最後にね、体重ですね。体重が 74.6kg、4月30日から 0.6kg 減と、185.5kg から 110.9kg 減と、BMI が 25.78 と、まあ、また BMI は25に安定してきました。はい、というわけでね、特に問題なく、昨日もね、夕食食べた後に、まあ、ゆで卵1個食べたりとかして、最終的には2400キロカロリーぐらい取ってるんで、まあ、2400キロカロリー取って、糖質が65ぐらいかな。で、まあ、体重も増えてないってところを見ると、まあ、結構それがいいデータになってるかなと。まあ、これぐらい食べたら、まあ、確実に太らないっていうことが、自分の中でデータ化されてるんで、まあ、それもすごく、アスケンっていうアプリを使ってるんですけど、そのおかげですねっていう。その、食べ過ぎないければ、自分でそのデータが蓄積されていけば、なんていうの、まあ、絶対太らないっていうラインがあって、それ結構ね、入力を継続することで結構分かっていくっていうのがありますね。はい。という感じです。はい。というわけで今日もね、糖質オフのメニューをご紹介させていただきました。また明日も YouTube 投稿させていただきますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価の方お願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。また明日。